今日は YouTube をはじめとしたネットで継続的に仕事をしていくためのこれから非常に重要な役割を果たす企業とのマッチングプラットフォーム、タレマについて皆様にご紹介をしていきたいと思います。まず私のご紹介で大変恐縮なんですけれども、私は今、モーターマンオンラインという YouTube を始めてもう5年以上が経ちます。しかし今現状、私自身は動画を見ていただくと非常によくわかると思うんですが、約2万3000人というサブスクライバーの登録を得ており、時間が経ってる割には非常に登録者数が少ないチャンネルになっています。しかし、根強い、強いファンの方にも支えられておりまして、2、3年前の収益は中堅サラリーマンと変わらない収益を得て生活をしておりました。しかし、残念ながら、昨今2、3年前に比べますと、広告収益は3分の2程度まで落ちていて、YouTube だけで収益を得て、生計を立てていくというのが非常に困難な状況になっております。これから YouTube を始めていきたい。かつもうすでに YouTube を始めていらっしゃる、特に一般の方。広告収益の少なさにものすごく驚かれるんじゃないかなと思います。そこで今回、YouTube でのこれからの新しい収益の得方というものがもうすでに始まっております。北米の方ではもうすでに当たり前のように展開されている企業とのタイアップによる収益化。まあこれがもう日本にも波が押し寄せてきております。ただし、まだ始まったばかりで、企業案件プラットフォームというのは数えられるぐらいしかありません。私自身も企業案件プラットフォームは使っているんですが、ほぼ使えない企業案件プラットフォームがほとんどです。そこで今回は非常に信頼できる企業案件プラットフォーム、ガンガンという会社が運営しておりますタレマについて皆様にご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひこれから YouTube で収益を上げていきたい、また独立して仕事をやっていきたいという方にとっては必ず役に立つプラットフォームになるかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いに思います。今回私の実例を挙げてこのガンガンが運営するタレマについてご紹介をしていきたいと思います。私自身なんですけれども、やはり広告収益が望めない状況というのが来るということをもうすでに察知していたので、このタレマが出た段階で紹介をしてもらって、すぐに登録を私自身いたしました。その時に、直接私の方にメールが来まして、企業の案件を紹介するプラットフォームであると、まあ、いうことで、これはもう絶対に将来使えるなということで登録をいたしました。で、このタレマを運営されている方は、実はもともとウームに所属されていた YouTuber の方で、山本さんという方が運営されております。で、わずかまだ
25歳だったと思うんですけれども、非常に若いベンチャー企業の社長がやられていて、私もそこにも非常にこう共感をしたということで、力をいただいたということになります。で、実際これを登録させていただいて、私自身も使わせていただいたんですけれども、最初は企業の案件自体がものすごくやはり少なかったっていう現状がありました。私は車系の YouTube をやってるんですけれども、車系に合致する YouTube というのもなかなかなかったという実情もあって、なかなか仕事が取れないといった状況にありました。しかし、根気強く案件を待っていたらば、車系にまつわる案件が入ってくるようになりまして、いち早く私自身もいち早くエントリーをしました。しかし、その時はことごとく見送られてしまい、失注の連続でありました。やっぱり登録者数10万人を超えるような中堅チャンネルでないと寄与してくれないという現状というのがやっぱりあるんだなと思い、一時は諦めかけた時期もありました。しかし私自身自分に問題があるんじゃないかということで一度考え直しました。応募金額というものが選択できるんですけれども、その金額が高いんじゃないかなっていうことを自分自身思い、自分のチャンネルの相場をリサーチするようにしました。まあリサーチといってもなかなか調べられるわけじゃないんですけれども、ある程度このぐらいの金額で申請すれば企業さんは乗ってくれるんじゃないかな。あ、ちょっとこのくらいの金額だとちょっと高いんじゃないかなという、まあ試行錯誤をしていく必要っていうのがあるんですけれども、まあ大体金額的なところで、まあこのぐらいの金額だったら企業さん乗ってくれるかなということで、まあそれによって企業様とのタイアップというものが複数件実現するようになってきたと、まあいうことで、これはいけるなというふうに感じました。しかしながら世の中甘くはなくて、まあある程度の金額で申請、申し込みをすれば受けてくれる企業様ももちろん出てくれるようにはなってはきたんですけれども、やはり常にカー用品、車にまつわる案件というものが出てくるかというと、なかなかそういった状況でないということもやはりあります。初期の段階ではなかったんですが、企画イメージ付きで企業様に提案できる機能がつくようになっています。で、私自身もこの企画立案、まあ一般的には企画書というものになるわけなんですけれども、まあ、これを添付することによって、まあ企業様はこの人にプロモーション動画を作らせたら、どういった動画が出来上がってくるんだろうかと、まあ言った。まあそういった企画書付きで企業様に提案ができるようになると、まあいうことで、車関係のプロモーション動画だけではなく、まあ他にも少し違ったカテゴリーのタイアップも、まあできるようになったということで、これによって案件の有無の影響に左右されにくくなったと、まあいうこともありました。で、さらに一番いいのは、やはり私は車系の YouTube をやってるので、車系の案件に関係するものの方がもちろんいいわけなんですけれども、そこにもものすごく有効的になっておりまして、動画を作成してくれる前に、この人はどういった動画を作ってくれるのかというイメージを企業様の方に出すことができるので、より受注できる率というものが高くなると、まあ、いうことがあります。まあ、金額の相場はもちろんあるんですが、プラス企画書を同封して企業様に提案することによって、より一層受注できる率も高くなってくるということに
なります。それによって、冒頭でお話しした通り、YouTube の広告収益が減収した分、賄えるようになってきたと、まあ、いうことになります。一番気になるのは、収益、どのぐらいの収益が得られるかということなんですけれども、まず、提案した金額が受け取れるようになります。ただ、タレマの方ももちろんプラットフォームとして仲介をしているわけなので、提案した金額の 20% が手数料として引かれ、当月動画を受注して、当月動画が完了しておれば、来月支払いになると、まあ、いうことになります。さらに、タレマ経由で企業案件を受けているだけではなくて、直接クライアントさんから案件を受ける場合もあります。その場合は、商品提供のみによる案件の受注がほとんどなんですけれども、このタレマに関しては、動画の制作費として純粋にお金が支払われるということプラス、商品を提供してもらえる案件であれば、その商品自体も受け取ることができるので、通常の直接的な案件よりも収益性としては高いというのも特徴になります。なので、広告収益が落ちた分の収益を賄うことができると、まあ、いうことで、非常にこれから YouTube を継続的に運営していく、または YouTube で生計を立てている方にとっては、ものすごく有効的になってくるということが言えるかと思います。さらに、このタレマのプラットフォームのいいところがあります。実績を積み重ねていくことによって、直接企業様から指名を受けられるようにもなります。私自身も直接企業様から指名を受けて案件をお受けしたことがあるんですけれども、実績を書く欄というのがあるんですが、まあそこを見ることによって、あ、この人だったら任せてもいいかな。この人だったらちょっとダメかなみたいな、まあそういった判断材料というものが増えてくるようになります。で、もちろんこういった仕事は納期もすごく重要です。で、よく聞かれるのが、納期がものすごくルーズな方がいて、まあそれによって信頼関係が損なわれて案件が来なくなるっていうことが、まああるわけなんですけれども、このタレマというプラットフォームは実績を残すこともできます。案件を受ければ受けるほど自分のポートフォリオが作られるようになって、企業様からオファーを受けやすくなったりすることもありますし、実際に案件を受けた企業様とプラットフォームを介して直接担当者様とメールのやり取りもできるようになりますので、より一層企業様とのエンゲージメントがつかめるようになるということで、まあ、それによってまた新たに再受注を受けるということもできるようになってくるので、ビジネスモデルとしてより一層確立されていくということも、このガンガンのタレマを使っていく上で非常にお勧めできるポイントになっています。はい。ということで、少し長々とお話しさせていただきましたけれども、最後にもう一度今までお話しした内容をまとめていきたいと思います。まあ、もともと私自身 YouTube で広告収益が減収していたと。それによって生計が立ち行かなかったという事実がありました。で、今回、このタレマという企業とのマッチングプラットフォームを使うことによって、広告収益減収分を埋め合わせることができるようになりました。次に、新しいカテゴリーに参入ができるようになりました。で、さらに、これ非常に重要なポイントですが、企業様との関わりを持つことができ、案件の獲得のチャンス
エンゲージメントをつかむことができるようになったと、まあ、いうことで、まあ、これによって広告収益とその減収分というものが補えて、また将来的にも企業様の受注が増えてくれば、自分自身も仕事が増えてきて、まあ、より一層継続的に今回 YouTube を通じたこういったプロモーション、企業とのタイアップの仕事というものを続けていけて、情報発信をしていくことができる。まあ、そういった有効的なこのツールとして、このガンガンのタレマという企業のタイアップするプラットフォーム、これが非常にこれから必要不可欠になってくると、まあ、いうことを、まあ、今回お伝えをしていきました。まあ、ぜひこれから YouTube を始めていきたいと思ってらっしゃる方、またもう今 YouTube 始めてるんだけれども、なかなか伸びていかない、収益が得られない。で、さらに独立をこれから果たしていって、自分の好きなやりたい仕事でこれから生計を立てていきたいんだと言っていらっしゃる方は非常に多いと思うんです。まあ、そういった方にとっては非常に重要なプラットフォームになっていくと思いますので、ぜひこちらの方、興味のある方は概要欄に貼っておりますので、ご覧になっていただけますと幸いです。はい。ってことで今回私の実例を踏まえて、こちらのガンガンが運営されているタレマという企業マッチングプラットフォームについてのご紹介をいたしました。ぜひこちらご利用になられて、皆様の仕事が充実していくことを心より望んでおりますので、ぜひともよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。